いやー、とんでもない展開になりましたね。えー、この度なんと、えー、3月の16日から、えー、恋柱甘露しみつりに焦点を当てた、えー、新作アニメが公開決定となりました。さあ、ということでそんな詳細が、えー、こちらなんですけども、えー、この度、公式さんよりこんな情報が発表されておりました。えー、入賞者特典映像第2弾。 えワールドツアー上映「鬼滅の刃」「絆の奇跡」そして柱稽古へえ3月の16日え土曜より 第3弾入賞者特典の配布に加え、第2弾入賞者特典映像の上映が決定と、第2弾はみつりちゃんの退復となりますと、いうことで、一体何なんだっていう感じなんですけども、今回ですね、そんな感じで具体的な詳細がこちらということで、第2弾となる入賞者特典映像は新作短編アニメーションの みつりちゃんの大福を上映と、原作コミックス12巻掲載の書き下ろし漫画、みつりちゃんの大福を新規アニメ化ということでね。 ぜひご覧くださいと、えー、いう感じなんですけども、はい。えー、なんとですね、えー、この度、かんロシみつりの大福に関する新作アニメが公開決定となりました。はい。で、さらにですね、えー、今週の土曜日から、えー、全国の劇場で柱稽古編の第1話とともに、えー、上映されるみたいですね。さあ、そしてそんなみつりちゃんの大福ですが、えー現 本作は「鬼滅の刃」第12巻102話のおまけページ全8コマ刀タナの里編に該当するアニメパートですねでそしてそちらに、まあ、新たにオリジナル要素を付け加え,え全3分で構成されているようなんですけども今回登場キャラクターの方がこんな感じで新たな鬼殺大使前田正夫 えー、そして、恋柱、かんろじみつり、風柱、品津川、さねみ、えー、虫柱、古町、忍となっておりますね。まあ、おまけパートなんですが、えー、だいぶ豪華なストーリー構成となっております。えー、ちなみに、えー、上映スケジュールが、えー、3月の16日から4月の5日までとなっておりますね。まあ、そんなに長い上映ではないですね。 さあ、そして今回ですね、さらに嬉しい情報なんですけども、4月の6日からは、なんと、第3弾の入賞者特典映像が公開となるんですよね。これまさか、外伝のアニメ化がワンチャンあるのではないかなと思っております。まあ、今回新作短編アニメーションの発表がありましたので、 ま、少なくともえ、新作アニメであることは間違いないですよね。はい。えー、ということで、まあ、外伝のアニメの可能性も、まあ、ワンチャンあると、えー、思っておりますね。はい、ということで、もしかしたら、えー、柱稽古編に関する最新情報や、サプライズ的な情報は、まだまだあるかもしれないですね。 はい。ということで、今回新作アニメ、えみつりちゃんの大福が上映決定となりましたえ。ぜひ劇場まで足を運んでみてください。まあでもおそらくテレビアニメの方でも放送はあると思うので、まあ焦らなくても良いとは思います。はい。では皆さんまた次回のとこでお会いしましょう